que...今年の夏だって50になりますから、もうそろそろ競技やめなかね。あ、でも年齢上がってもやってられるかと思いますね、はい、先輩も全然上でガンガンしてますけど、そうですね、それ見てるとさ年齢を理由にやめられるのかなみたいな。黄色のドリンクは何ですか？アミノ酸です。アミノ酸 BCA とかそういう系統の美味しいですよ。甘くて甘くて美味しいです。
みんな飛ぶ落とすから。そうですね。結局あれがね、ネジバカになってるんですよこれ。なるほど。基本ね、絶対毎日した方がいいと思うんですよ僕はね。みんななんか週1回休むみたいな感じでやってるけど、僕も最初そうだったんですよ、ずっと週1回2回休むシステムだったけど。はい。いや成績が上がらんから。はい。でもやってる場合じゃないわって、休憩なんかしてる場合じゃないわ。じゃあもう毎日やっちゃうみたいな。そうそう、実際やってからですけどね、成績が、うん、上がりだしたの。へえ。そうだからあれですね、練習が足りてない人は、はい、毎日やらんと落ちませんよ。なるほど。上の人には。試合出るのもしんどいのに、頑張る村上くんがおるから、村上くんが日本選手権出るまで頑張る。50キロは最高やから、うん、まあ、一時ね、これにプレートガムテープで貼ってしとったんですけど、怖くて怖くて怖いですよ、それ。揺すぼってくるか。
で、ドーンって置いたら潰れませんよ、ガムテープだから。だからもう、いちいちやっとられへんわ、思って。50歳でいいやん、思って。まあ、それとともには、僕自身のパワーも落ちてきたからちょうどいいんだけどね。重たい重たいになってきた。だいたい 20% ぐらい落ちました、全盛期よりも。力はぐんぐんぐん下がってきて、辻大沢です。今年の目標は、ジャパンオープンを優勝することです。頑張ります。以上です。